実績ないとダメなんですかって言われたら、もう自信持って言いますけど、ないとダメですよ。目指せ年収2000万モテ企業塾。はい、というわけで本日は令和の虎の感想会をやっていきたいと思います。本日はですね、宮城県特化の新卒スカウトサービスを作りたい、阿久津さんという263人目の志願者の回でした。では早速始めていきましょう。今回はですね、25歳というね、非常に若い志願者の方の応募でしたが、虎がですね、1枠から黒川社長、ヒグマ社長、高澤社長、茂木、三浦会長という並びでした。アダルトチームが3名と、それから新しい社長が2名ということで、僕は黒川社長もヒグマ社長も多分ご一緒するのは初めてかなという感じでしたので、大変楽しく撮影をさせていただきました。志願内容なんですけれども、まあざっくり言うと、宮城県内の新卒の学生さんとですね、宮城県内の企業をマッチングさせたいという、その宮城県内ということに特化した人材のマッチングサービスを作りたいという話でしたね。しかもまあ新卒採用というところにフォーカスするという内容でした。まあ配信内でも岩井さんが言ってたんですけど、だいぶ以前にですね、長崎県で同じようなサービスをやりたいという志願者さん、これ男女の学生さんの志願者さんですね、がいらっしゃって、まあ、似たようなプレゼンをされたというのがだいぶ前の配信でありました。でその時は株元社長から、イケてない企業とイケてない学生をマッチングさせてどうすんだというようなね、結構辛辣な意見もあったりして、まあ結果ナッシングだったんですけど、ちょっとその志願内容と、どこが違うのかと説明してよというところから、まあ配信が始まった感じになります。でいきなりちょっと僕なりにプレゼンを聞いた感想から入りますけど、まずこれ令和の裏で三浦会長も言ってたんですけど、ビジネス領域の選定が、まあ、いきなり結構厳しいよなと思ってて、人材紹介業、しかも新卒限定っていう、まあレッドオーシャン中のレッドオーシャンみたいなところに結構突っ込もうとしてるんですよね。でまあご存知の通りね、新卒者の数っていうのは年々減ってる中で、まあ、市場としてのパイがシュリンクしていく中で、しかも先達のイケてる企業が死ぬほどあると、まあ、リクルートさんとかインテリジェンスさんとかね、いわゆる人材系のそうそうたる巨人たちがねいる中で、まあ、宮城県限定といえども、ここに入っていくってとこにまずかなり厳しさがあるかなと。でまだ業界として伸びてるんだったらいいんですけど、基本パイの食い合いみたいな世界になってますんで、まあね、中途採用とかだったらまだ人材の流動化も進んでますんで、あるかなと思うんですが、新卒採用っていうね、基本人生の一回きりっていうところの市場に攻めていくのはなかなか大変だなというふうに思いました。その上に結構新卒採用って、やっぱり受け入れ側の体制がめちゃくちゃ大変なんですよね。はい。まあ、取ってからどういうふうに教育していくかっていうところとか、場合によってね、複数人取る場合は、その同期の中でどういうふうな関係性を作っていくかみたいなことも含めてね、なかなか大変な部分が多いなと思ってて、まあ正直22年会社経営やってる僕でも新卒採用はまだトライしていないということで、結構やっぱりハードル高いと思います。それが宮城県っていう限定のね、いわゆる地方都市の中で、上場企業とかの支社だったら別だと思いますけど、地場の会社さんでどれだけそういう体制がしっかりできてるとこあるのかなっていうと、まあ結構厳しいよなというとこありますよね。はい。でしかもこれ1人33万なんですよね、採用がコストが。なのでまあ僕からするとめちゃくちゃ安いなと思っていて、33万円、1人採用33万円しか取らないで、どうやってビジネスとして成り立たせていくんだろうっていうところも結構なかなか疑問だなと思ってて、でこれ配信の中で言いましたけど、その33万1人だとしても、例えば一気に10人20人取ってくれるとか、全体のパイとして数千人の採用ができるっていうところまで見込めるんであれば、ね、スケールメリットも生かして、まあ、いろんなことができると思うんですけど、年間十数人取れば黒字転換しますみたいな話だったんで、十数人って要は300、400、500万みたいな世界ですよね、年の売り上げが。でまあその中でペイするわけないなと正直思っていて、というのは
要はご本人の人件費も出ないレベルの売り上げしか上がりませんので、結構きついなというふうには思ってますね。はい。その中でちょっと一個あったのが、もともと阿久津さんは本業が動画の制作なので、結構その動画の制作の案件を受注することでアップセルしていくっていうお話だったんですけれども、まあそれもわからないでもないんですけど、33万の採用に対して22万の採用動画の制作っていうのは、まあちょっとコストバランスが買う方からすると合わないかなって気もしますし、まあ22万の動画っていうのも、まあそこまで手離れも良くないですしね、そんなに儲かるのかいっていう感じもありますし、まあ何よりもこれはまあ僕の哲学ですけど、人材採用のビジネスをやろうと思うんだったら、基本的には人材採用っていう主軸のところでちゃんと利益が出る構造を作っておかないと、要はあくまでも動画制作はおまけで、それがたくさん増えてくればその分だけ利益が積み増されるんで美味しいよねっていうレベルのものにしておかないと、どっちもある程度取って初めて黒字になるっていう構造を作るのは、まあ僕の経験上ね結構危険です。どっちかが外れると途端に計画が狂いますんで、一つのファクターでも計画が狂いやすいのに、そのファクターが2つになりますんで、これはね結構危険なんでやめた方がいいかなと、まあその辺の話もさせていただきましたけど、かなというところは言いましたね。はい。そもそも僕は宮城県に限定する、しかも新卒に限定するって時点で、ここにまともな市場は正直ないんじゃないかなっていうふうに考えてます。はい。ただ一方でその阿久津さんは、まあ1万人の求職者がいりますと、4000人は地元で就職しますと、企業も結構たくさんいますということなんで、人数的には十分自分たちが食っていける人数がいるっていう話だったんですけど、まあ、だからそこがもうポイントかなと思っていて、やっぱりそのある程度の母数というか数がいるんで、その人たちが一定の確率でターゲットになるっていうふうに今思い込んでるんですよね。ただまあ実際は動けてないですし、本当にそうなんですかっていうところが、まあ一切検証されないまま、岩井さんが言ってた川残用ですね、まさに川残用だけ、机上の空論だけで数字を作ってるところがあるので、実際動き始めたら阿久津さん的には想定外の出来事が起こりまくって、多分パニクるだろうなっていう気がしますし、その絵がありありと浮かぶかなという気がしました。ですのでまあちょっと正直危険かなというふうに思ってますね。はい。最後の方で三浦会長もね、なんでその人材系の会社に行った就職して経験積まないのかとおっしゃってましたけど、まあ実際のところね、阿久津さんもご自身の会社があるので、まあ就職できるかどうかっていうのはちょっとね別の問題にしても、何にしてももっとリサーチを積み重ねたり、何らかの形でちょっと経験するっていうことは本当にやった方がいいんじゃないかなというふうに思いましたね。特に何だろう、誰も手をつけてないブルーオーシャンだったりとか、まだまだ発展途上の、これからみんな競合も含めて学んでいくぞみたいな新しい業界であれば全然いいと思うんですよね。なんですけど、これだけ成熟してもうプロ中のプロが死ぬほどいるっていう業界ですので、そこに何の勉強もなしに突っ込んでいく、川残用だけで突っ込んでいくっていうのは、これね危険ですよ。武器持たずに戦場に行くみたいな話ですよ。絶対撃ち殺される、間違いないです。もう格好の標的にされるかなと思います。よくねコメントとかでなんか経験とか実績とか言いますけど、それがなかったらね、始められないとかお金が張れないっていうんだったら、みんな初めてのことできないじゃないですかってよく言うんですけど、実際何をやるかっていうところすごい重要で、さっきも言いましたけど、誰も経験したことがないとか、そもそも周りの人たちもまだ半分素人みたいなね、これからみんな学びながら伸ばしていくぞみたいな手探りの中でプレイヤーたちがみんな戦ってるって業界だったらいいと思うんですよ。全然経験がなくても、ただね、もう確固たるプレイヤーがいて、確固たるロジックとか歴史がある業界っていう中に経験なし実績なしで突っ込むのは本当にやめた方がいいです。そういう業界に突っ込むんだったら、実績ないとダメなんですかって言われたら、もう自信持って言いますけど、ないとダメですよ。ダメです。はい。なので、ね、すべての業界がそうだとは言いませんし、何でもかんでも経験とか実績がないとダメだとは言いませんけれども、やっぱり、本当にそういうものが必要なところと、そうじゃなくてもいけるところの見極めっていうのはね、やっぱりね、してほしいなというふうに思いますよね。はい。あと最後の方でちょっと盛り上がってたんですけど、資本政策の話を少ししたいなと思いますけれども、まあ、ご存知の方も多いと思いますが、人材業って資産引く負債が500万円、つまり500万円分の資産がないと基本的には認可されない
ていう、なんかその要件があるんですよね。まあ、ちょっと500万だったか忘れました。確か500万だったと思うんですけど。なので、彼は500万円の資本金を積み上げたいと。ただ手持ちに200万しかないので、300万をトラから引っ張ってきて、500万の資本要件を満たして、今回まあ会社を作りたいという話なんで、お金を借りるんじゃなくて、株を買ってくださいっていう話だったんですよね。で、まあ、その資本要件を満たすために300万円分株買ってくださいは、まあ、まあ全然わからんでもないんですけど、問題は500万のうち300万ってことなんですよね。と、60% じゃないですか。で、60% の株を虎に買われるってことは、要はもうその時点で阿久津さんの会社じゃないってことなんですよね。この 60% 持ってる虎、まあ、例えば僕が全額300万出したとしたら僕の会社になっちゃうんですよね。で、これはね、ほんと危険で、金出してもらった瞬間に自分の会社じゃなくなっちゃうんで、うまく、もしね、事業が全然うまくいかなければ、あっという間に首切られますし、で、要は、もともと自分のね、ビジネスだったのに放り出されちゃうわけですよね。で、もっと最悪なのが、ものすごいうまくいって、大成功だって言ったところで、放り出される可能性もあるんですよね。もうちょっと、これはかなり美味しいビジネスだから、阿久津さんに任せないで、僕の身内でやろう、みたいなこともね、僕もできちゃうわけなんで。だからもう、そういうことができちゃうのが、やっぱり過半数株を持ってる人間の強みでもあり、逆に過半数以上の株を渡しちゃうことのリスクでもあるんですよね。なので、もう本当あれだけはね、今後どういうビジネスをやるにしてもね、覚えておいてほしいんですけど、絶対最低でも 51% 以上ね、はい、できれば 67% 以上の株を持ってほしいなと思います。まあ、3分の2以上の株を持ってれば、ほとんどというか基本的に会社の重要な決議っていうのは、全部拒否することができますんで、まあ、3分の2以上持つっていうのが基本形かなと思います。はい。まあ、それはぜひ覚えておいてほしいなと思います。ちょっと最後に、阿久津さんが今後、もし人材以外のビジネスをやられるんだれば、ちょっと頭に留めておいていただけるといいなと思うのが、いつも言ってますけど、とにかくアップトレンドの領域で勝負してほしいなと思います。やっぱ人材はレッドオーシャンの上にアップトレンドではないので、もう一番分の悪い勝負の仕方です。令和の裏で三浦会長も言ってましたけど、とにかくどこの事業領域を選択するかっていうのが、多分ビジネスを成功するしないっていうのを決める上でのほぼ全てと言っても過言ではないぐらい重要だなと思ってますんで、ここはね、本当に考えてほしいなと思う。まあ、人材やりたいってお気持ちは分かりますけど、もっと勝ちやすい領域っていうので、特にね、経営の初心者、最初の勝負ですんで、ぜひね、その領域を探してほしいなと思います。もしそういう領域があんまり見つからないっていうんであれば、もともと動画の制作をやられてるんで、動画周り、要は本業のシナジーとか経験が活かせるような領域っていうのを見つけてほしいなというふうに思いますんで、ね、アップトレンドな領域をしっかり探すか、動画制作系、動画周りで、ちょっと新しいことを考えるかというのをぜひ頭の中に入れておいてほしいなと思います。これ阿久津さんに向けて言ってる感じになりますが、モテ企業塾、まあ勉強されてる方皆さんにぜひお伝えしたいことなので、頭の中に入れておいてもらえればと思います。はい、じゃあ本日はこんな感じにしておきましょう。またねー。